はいどうも、はい、どうもエピササイドローです。カールマツローです。じゃあやってみましょう。絶対に驚いてはいけないバイオハザードビーチ無限一編。今日も怪しく始まっていきましょう。よしよしよし、バッチリだ。よし、前回ね、はい、何でしたっけ、はい、カビだのなんだの言われてましたけど、言われたな。まあ一応カビが戻ってきました、うん、現代に。どうもこんにちは、カビです。大変な悪口だよ。ということで、カビカビしいカルマ二郎プレイということでやってみましょうね。カビカビしいカルマ二郎やっていきましょう。お前そう思ってたの俺のこと。まあ、そう。はい、じゃあやっていきましょう。やってみましょうか。よし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 。じゃあなんか前回は、ね、こっちだろうね、うん、こっちでしょ。まあ前回カビですみたいな話をされているイーさん。大変な悪口言われて、お前カビだからって言われて死んでるからお前テヘペロっつって、うん、ひどい話だ。まあ行きましょうや。行きましょうか。あ、デューク、お買い物できるの？これ最後だよね、きっと。確かに。ちょっとやってくか。うん。よし。オッケー。よし、じゃあね、買い物もしました。しましたね。セーブもしましたってことで、いよいよラストだね、これきっとね。うん、これ、ここに入るの？本当に？デュー君にも別れの挨拶をされたところだし。ところで。いけるか？これ大丈夫か？いやいや、不安しかないよ。まあ、行ってみようぜ。ああ、軽いな。あ、いけるいける。まあ、今俺プレイしてないから。ふざけやがって。あとはそうそうそう、これはもう中心だよね。もう本当に中心部だと思うけど、あ、砦のとこだ。これここ来たことあるな。来たことある。大丈夫、時間経過で上からドーンと落ちてこない？はい、ありがとうございます。よし、やっていこう。元気よく進んでいこう。何もなかったね、うん、何もなかったんだな。何もなかったね、今。そうか、そうか、そうか。ドーン！邪魔をするな。お前さぁ、お前さぁ、ねぇ、オーバーキル、オーバーキル。はちゃめちゃにこぼした。嘘でしょ。 OK、 すめすめ。ほんと罪深いよ、お前今。大丈夫かな。大丈夫だよ。罪深い喋り方してるけど、この男。よし、やってこわ。いるか。まあ、こういうことが生まれてくんの。あ、生まれてくるんだ。ああ、使いやすいね、このセミ音。いい感じ。うん、押しっぱなしにしてれば撃ってくれるから。で、やっぱこっから先さ、アイテム落とさないね、うん、敵落とさないね。だからもう、あ、デュークの買い物はさっきが最後だよ、うん、最後か、きっと。先に進まないと。え、大丈夫？苦しそうだね。もう限界近いのかな、もう。え、これどう。いやいやいや、何を調べさせるの、これの。何ですか、これ。そんな…かき分けてく？そんな感じでいけちゃうの、これ。ほんと？かわいいエヴァ。エヴァ、私の愛しい。あ、あ、こんなすぐ。さあ、出ておいで。マジ？え、もう終わってるじゃん、もう儀式。お前なら…あ、生まれちゃったじゃん。ああ、どれほど会いたかったか。え、生まれちゃったよ。ローズは？じゃあ、なんだ、なんだ？ん？ん？ああ、私の力が奪われて。なんでなんでなんで？え？ローズ！ローズの力？ミランダ！興味深い。やはり普通の人間ではないか。おお、カビだこっちは。さっさとローズを返せ！早く！今度こそ息の根を止めて。おっ、ローズを。あ、クリスか。おお、よし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 。それでひるむくらい弱くなっちゃってんの、お前。確かに力が奪われてって言ってる。生涯を費やしてきたのだ。なのにそれを奪おうというのか。まあそうですよ、僕のもの。なんて気持ち悪いよ。誰にも渡さ。いや、我が大願がなされる。いや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 、ローズはこの私のもの。どうなってる？うん、本当に。あ、もう、うん、どうなってる？もうプレイヤーが理解できてないよ、今のところ。うわ、なんか凶悪な姿になった。まずい、すぐに飲まないと。我が偽りの子らを始末し、大いなる金庫を目覚めた。ローズのことなら何も心配ない。行くぞ。これもうマジでラスボス戦っぽくない？なんか、ぽい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 。もう
ボスの姿してる。これだけは許さない。許さねえかな。お前のせいでどれだけのテキーラを飲んだことか。あった。ただちょっとさ、うん、昔の写真綺麗だったよね。まあ見境ねえな本当に。本当、まあなんて言うんだろう、本体が神に来てくれるなら俺はやぶさかではないから。やぶさかではないとか言ってる場合じゃない。本当その噛まれたがるのやめて。ちょもうノーマグマ噛まれるとかじゃない。ちょ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 、熱い熱い熱いし動けないし。おおこの野郎。マイ君大丈夫だよ。カジュアルだから。確かに。私とで同じこと。どうしてわからないんだ。ローズはお前の娘なんかじゃない。俺の子だ。おたまたまたま。あれ使ってみたら、リボルバー。いいね。いいこと言うね。準備はしていない、ね。ウルスペイン。ウルフスペイン。ショートカットで。下に置いとこうかな。うん。置いとこうか。時間切れだ。え？さあ死ね。あ、やばそう、やばそう。え、どういう状態？どこ。あ、なんか、何生えてんの？わかりません。ほら。うわ、いいね。すごいな、おい。ああ、そうだ。オッケー。結婚のせいで行かれたんだ。そうだね。うわーうわ。うわ、羽。さあ、大いなる金婚よ。我が呼びかけに応えたまえ。やばい。たまねんだな、でもウルスペイン。ああ、そっか。おお。さあ。いや、まあまあまあ。あれ？お、なんだ？ああ怖い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 。おお怖い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 。四杯。もう酔いだね。あとはすべて私の勝負。いたー。さあ。オッケーオッケーオッケー。そうはいくか。暗いって。ほら。死ね。まずい。すげえ見えねえな。聞いてるかこれ。おおよかった。嘘。こんな泥棒猫だな。泥棒猫。一つとなると、我が愛する娘は再び蘇る。私は100年。あ、これ。あ、これ大丈夫だね。100年だ。今日この日のために。オッケーオッケーオッケー。100年。まあ、そっか。スペンサーの師匠とか言ってたから。めっちゃ長く生きてんだこいつ。そのスペンサーってのがすごいおじいちゃんなんだっけ。めっちゃおじいちゃん。じゃあこいつ本来めっちゃおばあちゃん。めっちゃおばあちゃん。本来の姿はあのばあちゃんとかなのかね。ああそういうことか。わかんないけどあり得るよね。スナイパーライフル。わあ来るぞ来るぞ来るぞ。こういうのは前に滑って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 なぜ邪魔をする。いたローズを手に入れてどうなるというのだ。いやいや幸せな家庭を築くんですよ。もともと娘じゃん。手に入れてとかじゃなくて。さあ死ぬ。我が対岸は誰にも決して。おやおやこれで貴様の終わりだ。やめてください。なんだ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 。攻撃。私の邪魔をできる。おら貴様を禁錮の。おいごめんなさいね喋ってるところ。ダメだよやっぱ話は最後まで聞かないと。ちょっと待ってくださいよ。痛い大丈夫？あー近づいてきた。オーケー。顔がすげえな。あおっといい感じやったか。よし勝ったな。私の娘、私のエーボー。おーい。よしもう一回とかないな。大丈夫だな。いや勝ったろこれは。ほらあーあーしよ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 。待ってくれ待って、やだ、それはやだ。
いやちょっとそれはやめよう。兄さん、兄さん、おい兄さん、よし頼むって。おい兄さん起きろ。いや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 、まずい。待って、まだいるの。え、クリス、兄さん、やったな、奴は終わった。それは俺も同じらしい。おい、マジか。ちょっと本当にやめて、マジでやめよう。逃げるんだ。え、ちょ、いやいや、動いてんじゃん、やばいじゃん。なんですかあれ。ちょっと左手ももうやばいじゃん。うわぁ、ちょっと。いやいや、そんな悠長なことしてる場合じゃないって。足を止めるな。奴には村ごと吹き飛ばせる爆弾が。そっかそっかそっか、そうだったそうだった。これを見ろ、今起爆すれば俺たちも終わりだ。しっかりしろ、ミアが待ってるぞ、うん、ミアはちゃんと生きてる、生きてるんだ。大丈夫だな、フラグじゃねえよな、それ。許してくれ、愛してる、ローサ頼む。やめろ、本当にやめて。自分で伝えろ。うん、お前も帰るんだ、兄さん。あともう少しだ。おい、カビ頼むぞ、カビ。カビ呼んでやってくれ、強くなれるよ。おい、うわ、いや、ちょっと本当に嫌だ、本当に嫌だ。あ、なんか持ってる。なんか持ってるな。ルースマリー、マジで？イーサン、うわ、いや、いや本当にやめてくれよ、マジで。やめろ。ローズ、どうなった？出せ、離陸だ、急げ。待って、そう、マジでどうした？うん、急げ、すぐに離脱しろ。ダメ、夫がまだよ、置いてはいけないわ。ミア、座ってベルトを。イーさんがどこにいるのか教えてちょうだい。私たちを見捨てるはずない。ねえ、どうなってるのか教えて、どこに。うわ、おい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 、今のは何？座ってろと言っただろう。いやよ、イーサンは、クリス、あなた何をしたの？彼は死んだ、救えなかった。クリスも悔しいよね。うん、俺たちを逃がすために残ったんだ、すまない。隊長、ないよな、最後ひっくり返してくるよな、ちゃんと。今のところ絶望的だけどな。 BSA が起こしたのは兵士じゃない、 BOW だ。あ、どういうこと？やつら何考えてる。うわお、え、隊長、指示を。え、チーム全員を集めろ。は？ BSA 欧州本部へ向かう。え、何、そっちもグルだったみたいな話？わからんけど。月を払わせてやる。人間じゃなかったよね、今ね。じゃなかった。確実にゾンビ起こしてたってことよね、兵士じゃなくて。うんうんうん。うわ！
マジか。うわー、おい、いや、思えばこの絵本もミランダだから読んでたのか。あ、そっか、これ四貴族たちの話でしょ。うん、あー、そうかね、だからだ、だよね、あん時もミランダだったってことか。じゃあそうだそうだ、残した状態の終わりだったの。だって次回作はいつ？明日？明日か発表。早いな。そっか。え、じゃあ、うん、まあひとまずエンドロールということで、いや長いことやってきました。バーザーズビレッジ。うんうんうん、じゃあ E さんが結局どうなったかも。うん、分からず、分からんな。あの BSS っていう、うん、BSA な、 BSA ですかところも匂わせつつ、うん、終わり。いやー、これもそうだよね、この魚とかさ。そうだそうだ、だからこいつがそうだよ多分ね。これがモロだ。で、馬もさ、ハイゼンベルク、そう、ハイゼンベルクだよね、馬が ね。確かにこんな風貌だったわ、うん、なんかやたらくれてたのは何だったんだろうね、この物語。うん、いやー、すげー終わり方したな、しかし、うん、絶対次ありますよって終わり方したね。そうね、間違いなくあるね。うん、やばいよ、結局なんていうのかな、うん、まともにプレイしたの初めて、うんうん、でさ、俺はそうね、結局そのまんま何最後までやりましたけど、うん、おもろいね、おもろいねおもろいね、バイオ、おもろいんですよ。欲深い子だ、受けた恩も返さずに魔女がそう言うと少女は鏡に閉じ込められてしまいました。誰が喋ってるこれ。そこへやっと少女の両親が助けに来ます。続きだね。父親は魔女に立ち向かい、母親は愛の力で鏡の呪いを解きました。父親は戦い叫びます、うん、娘を頼む、母親は少女を連れ、うん、燃える森から逃げ出しました。どうなの、焼け残った森は人々に父親の犠牲を思い起こさせ、今でもなおその荒れ果てた土地をじっと見つめた子供はベリーを摘みに行き迷子になる悪夢を見ると言います。いやそう、犠牲になったっていう言い方を完全にしたね。もう明確に犠牲になったって言ったね。ただあれだよね、うん、最後また視点を少女に戻してきたね、うんうんうん、そうだね、今でも悪夢を見ると言いますって。そうかい。いや、自作ローズはいくつの状態で出てくるんでしょうね結構バイオハザードシリーズも時間経過が書かれるから、ちょっと大きくなって出てくるとかは全然あるかもしれないね。だしてこの状態ですごい空気をねぶち壊すこと言いますけど、うん、ミアとローズがそれなりの親子喧嘩したら多分血見るところじゃ済まないんだろうねきっとね。確かに、うん、すごいことだよ多分E さんはやっぱりこれで終わっちゃったのかな。いや、どうなんだろうね。まあ普通に考えたら生き延びれてはないよね。まあただカビですからまあそうだね、うん、なんなら一回殺されてるって言ってましたから、心臓もね。あ、そうそう、そもそも最初、一番最初の最初にもう死んでたし、うん、もうセブンの冒頭から俺は騙されてんだから。騙される、うん、っていうか、まあやった人全員騙されてたってことだよね。そういうことになるね、うん、なんかなんとなくね、特殊菌ですか、うん、特異菌かなとかの影響ですごい治癒力の高い人間っていう捉え方してた、うん、人間じゃなかった。そう、そもそもねそもそもねカビだったな
そうですか。はあ、すげえな。いやー、終わっちゃったよ、うん、やっぱストーリーの作り込まれ方がやっぱりすごいね、うんうんうん、すごいな。こんだけ一本ルートなのにまだ考察の余地残してるでしょこれ。そうだね。最後に問いたい、うん、結局、うん、ローズ、うん、これは誰と誰の子だ。まだ言うか。カビとミランダの子なら最悪だぞ、うん、カビって呼ぶな。カビと呼ぶな。イーさんな。イーさんか。イーさんだ、うん、そらそうでしょだって。イーさんと、うん、でもイーさんその時にはもうカビてたんじゃないの。さっきの話ならそうだね。そうだよね。だって3年前なんだからあれ、うん、あのベイカー邸。そうだよね、うん。で当然その後に移住して、うんうん、で、ローズが生まれて、うん、生まれてっていう話じゃない。そうだね。ってなると、うん、もうカビよな。カビだ。その時には残念ながらまあカビですわ、うん、いやーすげえ話だな。なんか右の挿絵もいろいろ考えるところあるね、うん、なんかこの村の話なんかな。うん、なんか普通にあれは今人間だよねきっと。うんうんうん。いやあ、これあなんかミランダかな、うん、ミランダか来たところみたいな感じか。まだ実験始める前じゃないかな、うん、これきっと人はまともっぽいもん、ね、うん。まあもうドストレートに競争って言ってたもんね。言ってた言ってた。うわフェストマスク。うわ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 。なんか注射持ってんな右手に。実験段階かこれが。そうだね。ただあのこのペースで右の絵が進むってなると、うん、あと5時間ぐらい必要になるけど。5時間現代に至るまで。ミランダ様の注射を打ったらとっても気持ちよくなったのママ。それダメなやつだ。ダメなやつだそれ。はあ、ミランダ様の打つ注射にはごカゴがあるからね。カゴじゃねえんだ。今すごく気持ちいいのママ。おいダメなやつだそれもう。使えん。早く打ってくれ。ミランダ様早く打ってくれ。くれよ早く。終わり。お金なら出すからさ。怖いよりよっぽど怖いよそれ。もしくは、うん、あの大規模接種の現場ですこれが。大規模接種、ええ、あんまそうなんじゃないか。あーらカドゥカドゥ。いやいや終わっちゃったよ、うん、この最高難易度カジュアルのさ、うん、最高難易度バイオハザード、うん、ピレッジ最高難易度なんだっけ。結局村長とね噂される吉幾三先生はやっぱ出てこなかったですけど。先生はもちろん出ませんよ。はい、うん、それは出ません。ちょっとね出てきてほしかったの。うー胸が苦しい。どうした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 。あ今の A の話か、うん、あー苦しい苦しい。ミランダ様早く俺に薬を打ってくれ。ミランダ様薬言うなみたいなシーンでもうなんかエンドロール終わりそうな匂い出てきたけど。終わりそうな大丈夫かこれ。あーミランダ様こうなっちゃったんだ。で冒頭に戻るのかな。そうだね結局だから実験だったよっていう話よね。でこういうのがもうどんどん量産されていったわけだ、うん。あーこれ鍵のマークと一緒だね。そうだカプコンと。カプコンということで、いやー終わったね。終わったローディング。この後なんかあったりするか。ラストカットとかなんかないかな。ある。来た来た来た。宮だ。あ読んでたのかな。エッジオブシャドウズだっけ。うん。あ、ローズじゃん。本当？男の子は月に触れると思う？めっちゃ可愛いじゃん。そんなの無理だよ。だって遠すぎるもん。もし宇宙船があったら、なら触れるかもね。違うか？誰？すごく冷たいよ。ローズじゃないの？ラッドウィンプスみたいなこと書いてる。書いてないよ。そっちかローズ。どっちだ？いや、ミアじゃないでしょでも。コンバースみたい。いや、ちょっと待って。白い花持つなて。うわあ、
お墓ってことは。父さん。いやー、イーサンだもん、イーサン・ウィンターズ。先週は来られなくてごめん。毎週来てんだ。テストとかいろいろあって、わかるよね。ちょっと、特殊な声変わりしてるな。特殊な声変わり？もう、タイミング最悪。これなんだよ、こんな。仕事みたい。仕事？愛してるよ。なんかやっぱ特殊な。いや、絶対そうだって受け継いでるんだよ。うんうん。カビじゃないな。見つけた。人間だな。見つけた例の場所だ。こんな日に限って。こんな日に限って。君の出番だ。エブリン？頼むぞ。エブリン。二度とその名前で呼ばないで。ただの冗談だろ、ローズ。クリスも知らない力をあんたで試してやってもいいんだよ。何？いつでも撃てるぞ。撃てるぞって言ってますけど。おい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 。まだガキだ。ただならぬ力持ってんだじゃあやっぱ。まだコントロールできない。彼に似てきたな。知ってる。喋れない。無理無理、喋れない喋れない喋れない。だってこれラストシーンじゃん、うん、多分ラストシーンだね。車止まった。え、なんか誰かいたいの今。今いた。ええー、いやいやいや。ファーザーズストーリーイズナウドン。日本語でパパの話はここでドン。世界観大事にして、最後ぐらい。帰ってきた。帰ってきたね。はあ。じゃあパパの話は、うん、ここで終わりとってこったね。じゃあ、うん、娘の話はと、うん、いうことで、じゃあ次回、うん、バイオハザード、うん、シティ無限種編ということでね。ピレッジの次だからね。やっぱりシティガールとして。シティガールとしてやっぱり生きてくんじゃないですか彼女はね。世界観がすげえ壊されてんな。シティガール名乗ってほしくないな。じゃあまあピレッジも終わりましたということでね。まあわわいろいろね、次につながる展開もありそうだし、思うところありますけれども、はい、まあやはり締めるといえば、まあそうなりますわな。じゃあじゃないでしょうか。うん、はい、じゃあまあ最終回、うん、まあラストテキーラということで、うん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 、お互いさ、はい、やっぱ注ぎ合おうと。ああいいねいいねいいね、うんうん、そういうのいいね、いいですね。じゃあまあカジュアルにね、うん、まあカジュアルね。じゃあストップで、じゃあはい、ストップで、あストップで、あストップで、カナ君ストップで。表面張力。まあでもね、驚いたね。いいゲームだったっていう驚きですね。うん、そうです。よし、じゃあ、祝杯を買いましょうね。はい、行きましょう、はい。はい。じゃあ、はい。お疲れカルマ。はい、違うね。うん。お疲れま。お疲れま。よし。はい、お疲れま。はい。よしよしよし。あ、なんか今だんだんこの世に悲しいことなんてないんじゃないかって気分になってきた。うん、いい傾向だ。うん。うん。まあ皆さん、うん。テキーラ飲んで、うん、明るく人生やっていきましょう。やっていきましょう。よし。うん。じゃあ、おっぱいありがとうございました。おっぱい、エピソード太郎でした。最後もおっぱいか、カルマ次郎でした。おっぱいでした。おっぱいはいなかったな。おっぱいいなかったぞ。てめえと杯を交わした覚えはねえぞ、おっぱい。おい、おっぱい。